コバム死者区は、イギリスの死者区位。グレートブリテン貴族。陸軍軍人第四代順団者区、リチャード・テンプルが1718年に除されたのに、始まる。彼の妹ヘスターとクリスティアンへの、特別継承権が認められた爵位であり、はじめ、ヘスターの子孫であるグレンビル家、ついで、クリスティアンの子孫であるリトルトン家に継承されて、現在に至っている。グレンビル家は、 バッキンガムシャンド公爵など、さらに上級の爵位に上された。一方、リトルトン家にとってはこの爵位が、最上位爵位である。初代コバム爵爵、リチャード・テンプル、陸軍元帥、コバム爵爵帝、ハグレイホールストのテンプル、順番爵家の第四代当主、リチャード・テンプルは、陸軍軍人として、初代マール・バラ公、ジョン・チャーチルの指揮下で、スペイン継承戦争を戦い、四カ国同盟戦争では、 イギリス軍の指揮官を務めた。選考により1718年5月23日に、グレートブリテン貴族爵位、初代コバム子爵と、ケント州におけるコバムの初代コバム男爵に助せられた。また彼には、子供がないことが考慮され、この二つの爵位は、妹のヘスターとクリスティアンへの特別継承権を認めていた。そのため、百四十九年九月十三日に、 初代子者が死去した際、庶民院議員リチャード・グレンビルと結婚していたヘスターが第2代コバム女死者位を継承した。さらに彼女は同年10月18日にグレートブリテン貴族爵位テンプル女伯爵に助せられた。ヘスターの死後、彼女の長男であるリチャード・グレンビルが第2代テンプル伯爵位と第3代コバム死者位を継承した。彼は後に、 テンプル制を加えてグレンテンプルに改正している。しかし彼には男子がなかった。一方、ヘスターの次男であるジョージ・グレンビルはホイックの政治家として政界の中枢で活躍し、1763年から1765年にかけて首相を務めている。彼は4人の男子に恵まれた。そのため1779年9月12日に2代 テンプル博が死去するとジョージの同盟の長男であるジョージ・グレンビルが第3代テンプル伯爵くらいと第4代コバムシ・爵位クイを継承した。彼はこの継承の際にテンプル姓や妻の実家の加盟を加えてニュージェント・テンプル・グレンビルに改正している。彼はショーピット政権で閣僚職を歴任し1784年12月4日に バッキンガム公爵に助せられ、また1788年10月13日には、学府ロバート・ニュージェントから特別継承権で、アイルランド貴族爵位の第二代ニュージェント伯爵位を継承している。ちなみに、彼の弟である初代グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビルも、政界で活躍し、1806年から1807年にかけてフォックスと連携して、総人材内閣を組閣して、 首相を務めたことで知られる。1813年2月11日に初代バッキンガム公が死去し、その長男であるリチャードが第2代バッキンガム公爵位第4代コバムシ爵位を継承した。彼は1799年に妻の実家の仮名と釈位名を加えてテンプルニュージェントブリジスシャンドスグレンビルと改正し、 さらに1822年2月4日には、連合王国貴族爵位、バッキンガムシャンド公爵と、シャンドス公爵と、ストーのテンプル伯爵に助せられた。彼の孫である、第三代バッキンガムシャンドス公リチャードが1889年3月26日に、男子なく死去した際、バッキンガムシャンド公爵くらい、シャンドス公爵くらい、バッキンガム公爵くらい、 テンプル伯爵位など多くの爵位が廃絶したが、コバムシ爵位は、初代コバムシ爵の妹クリスティアン・リトルトンの家系も、継承可能だったため、クリスティアンの夜叉後にあたる、第5代リトルトン男爵チャールズ・リトルトンが、第8代コバムシ爵位を継承した。リトルトン家は、コバムシ爵位を継承する前から、ウスター州におけるフランクリーのリトルトン男爵と、ロングフォード県におけるバリーモアの、 ウェストコート男爵、そしてイングランドの順男爵位を保持していた。10代コバム爵チャールズ・リトルトンは1957年から1962年にかけてニュージーランド総督を務めた。2015年現在の当時はその次男である12代コバム爵ク,クリストファー・リトルトンである。本邸はウェストミッドランズのハグレーホール。家訓は一人の神。 一人の王現在の当初十二代、コバムシシャククリストファー・リトルトンは、以下の爵位、順段爵位を所持している。ありがとうございます。